アコーカイズカ出土の改正化名アコークロハシカイズカは、熊本県熊本市、南九条南町アコージ東原に位置する、縄文時代中期から後期にかけてのカイズカ。1916年に発見され、1980年に国の史跡に指定されている。佐賀市の東名遺跡と並ぶ西日本最大級の縄文カイズカとされる。熊本平野の南部には、 緑川とその支流が広大な平坦地形を形成するが、この中石地を囲む丘陵場及びその麓は、全国的にも有数な縄文時代の海塚密集地帯となっている。阿穂黒橋海塚は、その支流の一つである浜戸川が丘陵地帯から中石低地に流れ出るところにあり、右岸丘陵六部に阿穂地点、また、玄河川敷を隔てた砂岩に、 黒橋地点という二つの貝塚の中心部が認められる。1916年、高知整理事業によって赤黄貝塚が発見され、多数の土器、石器と共に50体以上に及ぶ縄文人の人骨の埋蔵が確認された。このうち、熟年女性と見られる人骨には左腕に赤外星海は二個をはめた例があり、注目されている。また、 1972年7月豪雨で浜戸川が氾濫した影響で新たに黒橋地点の貝塚が発見されるに至った。その後、1973年と1977年に私屈調査が実施され、両地点が縄文時代中期から後期前半にわたって継続して営まれた一遺跡であり、時代が下るに従って、 阿コ貝塚地点から黒橋貝塚地点へと中心地がやや移動していることが明らかにされた。阿コ黒橋貝塚の出土遺物にはたりょうの土器があるが、特に太い鎮線で文様が描かれ、縄目文様を全く書くは公式土器は、九州地方における縄文時代中期の標識とされるものである。また、海藻中にはマガキ、ハマグリなど37種の貝類を呼びふぐ マダイなど15種の魚類のほかイノシシ、シカ、イヌ、ヘビ、カエルなどの存在が確認されており、当時の生産活動及び食料事情を解明する上でも、極めて重要な資料となるものである。同遺跡で発見された特異的な遺物としては、アコウカイズカ地点で発見された大型のカキ殻を加工して作った仮面がある。同様に貝殻を加工して作られた仮面は、 福岡市西区の桑原彦市、貝塚など中高期の北部九州の縄文遺跡でも見られるが本州の遺跡では確認されず、九州独特の文化とされる。ありがとうございます。